です、今日は中目黒です。で、今からめっちゃお腹空いたから、夏といえばやっぱカレーが食べたくなるんですよね。で、昔ね、6年ぐらい住んでて、もう中目黒が庭だったんですけど、久しぶりに中目黒に来たので、昔から行きつけのカクラというカレー屋さんに行こうと思います。商店街はね、大好きな古着屋さんとかあるし、でも結構変わってて、私住んだ頃ってまだ暑いね、サングラス忘れた。まだね、駅ビルが建ってない、駅ビルっていうか、めっちゃタワーマンションが建つ前から住んでるから、まだね、ここまで変わってなかったと思う。あ、なんかすごい大きい声で喋ってた。イヤホンつけたままやった。あ、夏祭り、今年よさこいあんの？あ、前ね、住んでたところはよさこい祭りの出発地点だったんですよ。だからすごい夏を感じられた。危ないよ。夏を感じてましたね。今年はあるのか、すごい。町岡、ここにね、大好きな花屋さんがあったけど、なくなってるなくなってるよ。バケツにバーンって入れて、もう市場からそのまま出してるっていう。なくなってる。おじちゃん何してんやろな、元気かな。ここの店もなかったし、あ、すごい、なんかおしゃれな店が増えてるね。あ、この寿司屋さんは何度か行ったことあるね、美味しい。ランチがめっちゃカジュアルに食べれるから、すごい結構行ってたかも。わ、これは初めて。やーつー豆腐、美味しそうやね。今来たよ。あ、ここねパンツの直し、500円やったっけ。竹爪やってたよね、ここで。おばちゃんがやってくれんねん。おすすめです。え、500円じゃなかった。今はちょっと物価が上がってるかもしれない。でも結構昔からある。あ、郵便局はもうずっと前からあるけど、私ね、この郵便局の脇の漢方薬局にたまに行きます。ここに売ってるなんか陽明酒的なやつ、あ、株薬局。ここで漢方のドリンク買ってる、いつも。あと選挙はね、目黒区役所行ってたしね。暑い。過去間違えたかな。これでも脱ぐとね、だいぶ露出狂になるからYouTube でこの間紹介したやつなんですけど、ちょっと LA とかやったら脱げるけど、ちょっと中目黒では脱げませんね。あ、この店他のとこにもあって気になってた。おしゃれ野菜屋さん、グローサリー。あ、私ね、ここ、あ、何になってんのこれ今。私が大好きなお店がこの上にあって、タイ料理もうなくなっちゃったんですけど、おでんバーコンドルになってます。ここはね、多分週3ぐらいで行ってた時もあるぐらい。もうなくなったんやけどね、カレー屋さん。カレー屋さんちゃう、タイ料理屋さん。うん、中3行ってたかな。美味しかった。もう引退しちゃったんですよ。
そのタイ料理屋さんは。だからもう食べれない、あのグリーンカレーは二度と。え、これ昔からあるっけ？見たことないけど。すごい年季入ってるね。あ、もうこんな店とかめっちゃ全然知らん。行ったことない。新潟、あ、スーラータンメン美味しそう。あ、このおせんべい屋さんは昔からありますね。あ、ここは私が大好きなジャンティークっていう古着屋さんです。めっちゃ可愛いんですよ。もうね、お腹空いてるから先にご飯食べに行きます。暑いね。日焼け止めはバチコーン塗ってきました。あ、おしゃれな車。車ね、何買おうか悩んでる。将来的にはなんか欲しいなとも思ったり、でもしばらくはちょっとぶつける恐れがあるので、あのめっちゃあのカーシェアにお世話になろうかなと思ってます。という感じで、ここ目黒銀座、え、なんか目黒銀座商店街を終わりの方まで歩いてきましたけど、で帰りの方に歩いてきたら、あ、到着しました、神楽です。美味しいんですよ。薬膳カレーが食べれるのと、あと珍しいんですけどベジタリアンのカレーが食べれるの。今だったらココイチとかでも食べれるけど、ベジタリアンの人でも来れるカレー屋さんです。黒カレーも美味しいし、どうしようかな。めぐるカレーっていうのもこの間美味しかった。めぐるカレーにしようかな。決まったよ。めぐるカレーの、半熟卵のせ。じゃあこれでいいよ。トッピングなし。はい、お願いします。ん、私も前何食べたっけ、これやったっけ。お待たせいたしました。えっとです、めぐるカレーの、はい、半熟卵トッピングで逆半に変更してください。はい、パクチー乗せますが大丈夫ですか。はい、大好きです。髪型のトッピングあの、あいみょん風あいみょん風よりもうちょっと多めにしてっていう注文にしたんやけど、どう？こうやったらショートカットに。あ、そうそう。でもね、もうちょっとここ作ってもらおうかなって思った。長い子がおるから結構幅を取って。ショートはでもちょっと勇気出ない。こんな騙せるよ。前髪が本当はもうちょっと伸びてほしいけど、ラウンドを作ってもらっとかないと自分でこう切れないから、腕が伸びたらちょっといいそうで、免許証はこの顔で撮ろうと思ってます。いいよ。マッセージにハンカチ、これ知ってる？オルシアって、あの今治タオル、私の田舎の名産品です。ちょっと糸出てるめっちゃ気持ちいいのこれ。最近はもう暑すぎてタオルハンカチがマスト。あ、カメラ持ってきたよ。私とこ
ことね。これめっちゃ可愛いんやで。こんな。すごい。これってもともとついてるベルト？かわいい。かわいいね、このベルト。富士の X100V。めっちゃアナログカメラ風なんやけど、デジタル。タイさんも入ってへん。最近はね、また長財布を持つようになって、ヒロ君に買ってもらったセリーです。いつかの、パリかロンドンの出張、パリかな、パリの出張の時に誕生日だったからちょうど買ってもらったやつ。今日のリップはヒンス。うん、ほんまはこんなにいっぱい入ってるけど。これ何入ってる？コスメとか。いや、これポロロッカ。これがね、あのオイルベースだから、なんか精油が使われててめっちゃいい香りで、あのすごい艶やか。海とかで入っちゃっても大丈夫な天然由来成分でできてるっていう日焼け止めで、最近はこれがお気に入りで使ってます。もうほぼなくなってる。715、これが好きかも。うか、あのクリーム、ハンドクリームで、これ1本入れとけば、例えばあのハンドクリームに使うっていうか、突然裸足にならなきゃいけない時にかかとに塗ったりとか、あとはなんかね、肌がシワシワやなと思ったら、こうやってちょっと応急処置的に保湿にも私は使ってる。顔に使っていいかちょっと分かれへんけど、私は全然使ってます。失礼いたします。お待たせいたしました。めくるカレーでございます。はい、ありがとうございます。すいません、お願いします。ブロッコリーのフリットサービス。あー、やった、ありがとうございます。いただきます。これお、ま、あのサービスしてくれました。これめっちゃ美味しい、ブロッコリーのフリット。卵はね、半熟が大好きだよ。わ、めっちゃ濃厚な黄色、オレンジむしろ。いただきます。卵めっちゃ好きなんですよ。美味しい。あとこのピクルスも美味しい。シミスボカスがなくなる言うてた。コラーゲンがたっぷり。お待たせしました。牛多めになります。暑いですね、気をつけください。すいません。これケールかな。ベジカレーも美味しそうやね。コーンが入ってるやん。あ、私も入ってた。ちょっと食べていい？いいよ。こう、あのベジカレーを味見します。あ、全然違う。縁の方がスパイスが効いてると思う。うん。で、ケール、めっちゃ美味しかったよ。マジか、ケール。うん。好きなもの最初と最後どっちに食べる？え？一番好きなもの最初と最後どっちに食べる？最初と最後分けて食べる。
1個しかなかった。半分こそでも。でも分かるかも。ペロリ完食です。美味しかった。私住んでたところよく来させてもらってて、本当なんか変わりましたね。はい、あのカレーメインにしたんですか。はい、カレーなんか副菜があって、あ、そうそう、ミニカレー、そう、プレートありましたよね。あ、ありました、ありました。あれがね、すごい時間がかかっちゃって、あ、そうなんですね。あれを盛り付けるのに、そうなんですね。でも人気があるから、すごいもうなんか最後の方のお客さんはもういつ来るんだみたいななっちゃうから、そういうことですね。そう。暑い日の方がお客さん来ます？そうですね。やっぱ暑くなるとカレーなのかしらね。いや、そうですよね。あとね、薬膳なんで冬もまたね、ちょっと温まりたいみたいな感じで。ありがとうございます。そう。美味しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。なんか気分いいね、風もあって。そうです ね、 ね、ありがとうございます。どうも。美味しかった。安定のカクラの味、ちょっとなんかね、酸味があるよね。薬膳がやっぱり今やっぱ腸活にね力を入れてるから、薬膳を欠かせないかなと思って。あ、与田銀坊は健在ですね。宮崎料理のお店、チキン南蛮が美味しいで、ここのバーもよく行ってたんけど、あるんかな。だいたいその辺でご飯食べて、最後飲んだくれた後にこの店が開いてるから、あ、スロージャム健在、最後の一杯はここで締めるっていうのがお決まりだった。あと、あの町寿司、なんだっけな、名前忘れた。滝寿司さんだったかな。ここで、あの住んでた家見えてるんやけど、全然建物がちゃうくなってる。え、私住んでた時ね、3階建てだったけど、1,2,3,4,5,6,7 階建てになってる。え、びっくり、すごい。どういうこと？え、これこれ。これ。え、大家さん一番上に住んでるかな。その時の大家さんが住んでてよくしてもらってたんですけど、一回ね、鍵ね忘れちゃって入れないってことが起こって、大家さんちピンポン鳴らして、すいません、合鍵ありますか言って入らせてもらったことあります。懐かしいな。単身用のマンションになったっぽいね。カレー食べた後に友達のカレー屋さんにただ散らかしに行くっていう技なんですけど、さっきそこのセブンで差し入れのビールを買おうと思って入ったら、アシスタントに偶然遭遇しました。びっくりせん？中目黒で会う？偶然にも。あ、ここですね。あ、もうクローズしてる。おるかな。早かった。早かったね。どうすんのこのビール。もしもし、あ、ひろき、今日もお店じまいした？もうおらんよね。あ、鍵閉まっててさ、今目の前におんねんけどさ、トイレ行ってたって大きい声では言われへんけど。よかったね。あ、かかりの女何用の部位よ。すごいタイミングだな。まあ、これ本当に 2,3 分前に始めたからね。やば。あ、これとこれどっちがいい？どっちもいいよ。何？俺とお前ってこと？あ、ひろくんも飲むけど。じゃあ、選んでいいんだったらスーパードライでいい。お疲れ、ありがとう。お疲れ。いや、そろそろネタが尽きたかなって写真撮りに行こうかな。よし。
遅いわ。2時半ラストオーダーでもう閉めるかもしれない。教習所の YouTube があって聞いてる、真面目やから勉強してってる。うん、こうやって自転車漕ぎながら答えてる丸バツとか。あ、そういうことか。そう、全部質問を言ってくれるのよ。ほなね、またね。ほな、ありがとうね、ごちそうさま。こっちが言わなかった。何やと思ってんの。え、でもビール持ってきた私らがごちそうさまでやってるような。タレ終わってたわ。いや、終わったって知ってる時間だよ。だって、お客様の時来たら迷惑やろ。もうバイバイ。バイバイ。今からリヒター店に行ってきまして、中目黒でなんでランチを食べようかってなった時に六本木の現代美術館かと思ってたんですよね最初。だからじゃあ、ね、中目黒でご飯食べて行こうかってなったのに、日比谷線で一本で行けるからね。でも場所が違うかった。